先月21日、神戸であるカップルが打ち合わせに臨んでいました。ちょうどウェルカムボードがさっきできたって。めちゃくちゃいいじゃないですか。めっちゃいい。去年結婚した大橋愛さんと勝治さん。コロナ禍の中、結婚式を挙げるかどうか決めかねていた時、ある企画が背中を押してくれました。神戸にとって1月17日という震災の日はすごい特別な日で、その年に生まれたその命がもう結婚できる年齢になってるんだっていうことに気づきまして、この会社では5年前から毎年1月17日頃に震災の年に神戸で生まれた新郎新婦に結婚式をプレゼントしています。1995年の8月に神戸で生まれた愛さん。お母さんのお腹に愛さんの命が宿っていることが分かったのは、阪神・淡路大震災が起きた直後のことでした。怪我をしてしまって、レントゲンを取るから、妊娠してないですかって言われて、検査したら、私が妊娠してたっていうのが分かった。愛さんの母、月子さんは当時独身でしたが、愛さんを産むことを決意。シングルマザーとして愛さんを育てました。すごい辛い思いも悲しい思いもしてた、大変やった時期やったと思うんですよね。で、その時に産もうっていう決意をした母はすごい強い人やなっていうのはすごい思いましたね。母と娘で歩んだ27年を経て、感動、こんな、チャンスっていうのが迎えられるなんて思ってもみなかったです。すごく嬉しい。私のことを産んでくれてすごい感謝もしていますし、私たちの未来の子どもたちにも神戸ってこんだけいい街なんだよっていうことを伝えていければなって思いました。美しい港町の輝く未来を震災後に生まれた命が紡いでいきます。